FujiSoft offers a wide range of technical strengths from embedded technologies used in societal infrastructure, communications, and mechanical controls, to cutting-edge business solutions and our own products and services based on the know-how we have developed. We are actively taking on new fields. We use cloud and front-end technologies in AI technologies, various IoT services. We offer total security, such as security measures for embedded devices used in M2M communication. We are always taking on new technologies and all-in-one cloud environments to fit every need. We apply technologies developed through our communication robot experience to various fields. We fuse vehicle-mounted systems with information and communication platforms to create a smart mobility society. We link devices to the cloud so that people are always connected with each other, regardless of their location and time. We utilize a great deal of knowledge our company has gained. As an innovation company, which AI, IoT, security, cloud, robot, mobile, and automotive technology. FujiSoft uses the advanced technical and development skills cultivated in contract development to provide customers with greater added value. The world is constantly changing due to ICT. We use our global network, taking on new challenges and innovating in order to generate new business. FujiSoft, creating new values.エンタープライズシステムも AWS で、 IoT からデータセンター移行まで課題と解決策と題しまして、富士ソフト株式会社常務執行役員新井瀬戸様よりご講演をいただきます。では新井様、よろしくお願いいたします。どうぞ拍手でお迎えください。皆さんのですね、貴重なお時間をいただいておりますので、早速、本題の方に、入りたいと思います。まずは富士ソフトのですね AWS の歩みを、皆様の方に少しお時間をいただいてご紹介をしたいと思います。富士ソフトは2010年から、AWS の調査研究を重ねまして、2011年東京リージョンの開設とともに本格的に営業活動を行っております。その間 AWS の普及活動、またお客様へのご提案、数多くのシステムインテグレーションを行ってまいりました。富士ソフトの国内における AWS ビジネスはクラウドサービスの市場拡大とともに、あらゆる業種業態のお客様へ広がっております。また近年は海外展開している日本のお客様、また富士ソフトの海外グループ会社を通じまして地場企業の AWS ニーズに応えるべく、ここにございますように2015年に中国、2016年にリーインベント、今年はドイツで開催されましたセビットへの出展を通じまして、中国、アメリカ、ヨーロッパでも本格的にAWS ビジネスを開始しております。また今年3月、日本におきましては政府機関へ AWS の導入実績がある富士ソフト、 NTT データ、 PwC 新た、アクセンチャーの4社で政府機関向けの業界初のですねクラウド利用時のセキュリティリファレンスを無償で提供しております。これは AWS 環境における対応策の詳細をですね、記載したものでございます。このリファレンスは政府機関だけではなく、どなたでもご覧になれるものでございます。ぜひ、各社のホームページをご覧になり、政府機関への提案時や自社のセキュリティポリシーのですね、策定時にご活用いただきたいと思います。それでは本日の本題に入りたいと思います。この2年間でお客様のですね、AWS 活用のニーズは大きく変化をしております。以前は基幹システムや情報システムの社内システムをですね、オンプレから AWS に移行するという作業が大半を占めておりました。このセッションでは、高まるお客様ニーズの中から2つのキーワードについて、詳細なご紹介をしたいと思っております。まず1つ目のキーワードは、IoT でございます。フジソフトはソフトウェアの開発だけではなく、ハードウェアの開発も行っております。フジソフトの IoT はハードからソフトまで一貫してご提供できるという強みを持っております。また、産学連携で培ってきた通信、AI、セキュリティの最新技術も提供しております。事例をいくつかご紹介いたします。まず、農業分野でございます。フジソフトグループでは、品評会の全国大会で2年連続で金賞を受賞するような最高級のしいたけを実は福島県の西会津で栽培しております。農業での IoT は安定した収穫量を得るということが最も重要な目的でございますが、フジソフトはさらに品質で最高レベルを実現するための IoT に取り組んでおります。この取り組みは日本のですね、農業全般に生かせるように、今後もフジソフトは研究開発を続けてまいりたいと思っております。ぜひこの金賞を受賞したフジソフトのしいたけにご興味のある方は、フジソフトしいたけで検索していただけると、内容が非常に詳細を書いておりますので、ぜひご覧ください。また IoT の活用で電力などのエネルギー管理はすでにですね、一般的に皆さんの中でも行われていると思いますが、家電製品の制御も同時に行うようなですね、事例がとても増えております。家電製品の制御機器もフジソフトのハードウェア技術で同時にですね、ボードも含めましてご提供をしております。今後はますますヘムズ・ベムズはニーズが高まる分野と考えております。予防保全の面では、車両の診断にも AWS と IoT を活用されております。特に自動車産業機器分野ではフジソフトの組み込み技術、このナレッジを生かしまして、IoT の導入を短期間かつ高品質で提供してまいりました。さらに中国のグローバルでは、家電メーカーの製品を IoT でつなぎ、広大な中国の何十万の電化製品をですね、予防保全としてつなげるという取り組みも開始をしております。IoT フレームワークには日本また中国でパートナーシップを結んでおりますイントラマートで構築しており、当社のソリューションでございますイントラマートオン AWS、 こちらを中国企業に採用いただいた次第でございます。本日はフジソフトでどのような分野で活用されているのかという概要をですね、ご説明をいたしました。ではここで AWS と IoT を活用してお客様のサービス向上を実現している企業の方にゲストスピーカーとしてお招きしております。ご紹介いたします。ゲストスピーカーはこちらの企業の方でございます。おはよう。おはよう。タイムカードしてんね。父は天野という会社の社風を気に入って突然その製品を家で使い始めた。お父さん、ちょっとお父さん、ちょっと空気がきれいだ、ね、じゃあ行ってくるよ。いってらっしゃい。あ、家庭用ではありません。全国50万の企業で使われています。天野。天野株式会社開発本部パーキング製品開発部データセンター開発課課長高橋様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、天野の高橋です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。皆さん天野という会社ご存知でしょうか。知ってるよという方いらっしゃいましたら、挙手をお願いできますでしょうか。意外と知ってる方多くて安心しました。今日説明させていただくのも、弊社で、展開しているソリューションについて、ご説明させていただくわけなんですが、天野という会社は、こちらにあります人事労務システムですとか、タイムレコーダー、それから駐車場機器、集塵機や、業務用の清掃機を、製造販売している会社になります。今日はですね、こちらのスライドにもありますこの黄色い端末、これ駐車場の、駐車料金を支払うための精算機になるんですけれども、こちらと連携する、クラウドシステムといったところで、パーキングシステム事業のですね、サービス提供をさせていただいている駐車場データセンターについて、オンプレミスから、AWS の、環境へ移行した際の、お話を今日はさせていただきたいと思います。本日の、ご説明する内容なんですけれども、まず駐車場データセンターの概要について、説明させていただいて、AWS 移行前の課題について、お話しします。で、課題解決の検討、あるいは、そこでさらに見えてきた課題、そういった課題を、どういうふうに解決して、AWS 移行後のシステム構成として、構築したかといったようなところを、説明してまいります。最後に導入効果として得られた結果について、ご説明したいと思います。まず駐車場データセンターなんですけれども、こちらにありますようにですね、街中にあるコインパーキングですとか、あとショッピングモール、あるいは空港とか公共施設ですね、こういったところにある駐車場が、クラウド上にあるパーキングウェブ、こちら駐車場データセンターになるんですが、こちらに接続しているシステムで、システムとしては、駐車場を運営していらっしゃる、管理会社様であるとか、警備会社様、あるいは、個人の駐車場のオーナー様向けの、サービス提供を、行っておりまして、経営分析に必要なですね、日々の売り上げですとか、駐車場の稼働状況を、レポートするような、配信サービスですね。それからあと、こちらにあるような、満車空車、あるいは空き台数の情報を、街中にある、道路看板ですとか、ショッピングモールさんなどの、ホームページ上で満車空車を表示されていると思うんですけれど、そういったところへの配信サービス、また、駐車場をご利用になった際にですね、何らかのトラブルがあった場合に、コールセンターなどから駐車場利用者様をサポートするための遠隔制御サービス、こちらの方が、あります。で、駐車場の、基本的な運営に必要なサービスの、機能といったところを、ご提供するシステムで、こちら以外にもですね、定期券の管理ですとか、あるいはデパートなどのお買い物の金額に応じて割引を行うようなPOS端末と連携を取るような割引システム、そういったものが機能としてあるサービスになります。で、こちらの駐車場データセンターはもともとオンプレミスの環境でサービス提供を行っておりました。で、ところがですね、オンプレの環境のデータセンターが、施設が移設するといったような、事態に陥りまして、それがきっかけで、データセンターの移行といったところを、考えるようになっています。で当時移行前の課題として、どんな課題があったかというところなんですが、まずその一つはオンプレミスの環境ですと、サーバーの、設備ですとか、インフラもそうなんですけど、そういった、調達にすごく時間がかかっていました。皆さんもオンプレで運営されている場合は同じだと思うんですけど、1ヶ月2ヶ月とか、平気でかかっちゃってました。で、次に過剰な初期投資といったところで、予備機を含め、サーバーを、常時準備しておく必要がありました。普段稼働しないサーバーがいたといったところになります。それと最後に BCP 対策です。こちらは最近日本あちこちでですね、災害が起こったりして、我々のエンドユーザーである、駐車場管理会社様等々で、かなり関心が高まってまして、バックアップはどうなっているとか、可用性は大丈夫なのか、確保できているのかといったような、お声がけを、いただくことが、多くなっておりました。もちろんオンプレの環境ではVMware を使った形で、冗長構成をとっておったんですけれども、それで十分かというとそういうことではなくて、もっと対策をできないかといったところが課題としてありました。で、オンプレの環境を移設するというところでしたので、もちろん最初は今まで運用していたデータセンターと同じような作りのデータセンターを探したり、いろんなところと比較検討を行いました。その中でやっぱりこの前のスライドでありました、課題を解決するためにはですね、パブリッククラウドのコストメリットといったところはちょっとやはり注目すべき点なのかなと。必要な時に必要な分だけ機器の調達が行えて、また調達の時間が非常に短いと、皆さんもご存知の通りだと思います。でまたAWS さんの場合はですね、マルチ AZ アベイラビリティゾーンが、東京リージョンの場合3つあって、そういったところで分散してシステムが配置できるといったような、メリットもございました。そんなところで AWS なら、我々の課題解決が、できるんじゃないかといったところで、検討を進めていきました。で検討する中で我々のこの駐車場の端末、今こちらに映っているのは最新の機械で、FT4000 という生産機なんですけれども、市場にはですね、例えば10年15年前の、機械が、現役として活躍しています。でそういった駐車場を、クラウドソリューション、で駐車場データセンターに接続していただくための、制限といったところで、古い端末になりますと、どうしても固定の IP でしか通信ができないといったような、課題がありました。AWS にもですね ELB という、優れたロードバランサーがあるんですけれども、こちら名前解決が必須になっておりまして IP、固定での通信ができないというところが、課題でありました。また全国に展開している駐車場機器をですね、何かこのクラウド環境に接続するためにいちいちそのソフトウェアをアップデートするですとか、何か改造するといったところが、厳しいという、条件もありました。また予備機など、常設しないといったところで、駐車場の場合ですと土日ですとか、あと祝祭日、そういったところで一時的にトラフィックが高まります。そういったところへの対応っていうのが、どういうふうに対応するかといったところもありました。で最後に AWS 移行するときには、これら対策をするためには、Web アプリケーション、我々のアプリケーションの方の修正が必要というところになります。で実際にこの移行が完了したのが今年の2月になるんですね。で大体4ヶ月ぐらい稼働してるんですけれども、この検討を始めたのが大体去年の6月ぐらいで、約9ヶ月かけて移設の方を完了させています。でこちらがちょっとざっくりした絵になってますけれど、 AWS 移行後のシステムというところで、まずその1つ目がオーロラの採用をしました。Amazon RDS のオーロラです。でこちらは分散したデータベースで、高可用性を確保できるといったところで選択しています。また、こちらの Amazon EC2 ですね。こちらの方も、必要最低限のサーバー構成にするために、オートスケーリング機能を、実装したアプリケーションといったところで、構築をしています。オートスケーリングの部分については AWS SDK を使った形で弊社のアプリケーションの方からコントロールするといったようなイメージになっています。で最後にこちら商用の LB ですね、導入しているっていうこちらになるんですけれども、各駐車場サイトと接続する入り口となるところが商用の LB で対応しています。こちら商用の LB の場合はですね、冗長構成を取るのが結構大変でした。こういった形で課題の部分について解決してまいりました。でそれら新しい構成になって4ヶ月ぐらい運用してみて、実際に実感できた導入効果として、まず毎月の運用費ですねが 10% ぐらいはコスト削減できています。これは毎月の出ていく費用といったところでの実際のところになります。で次にビジネススピードの改善と、これはインフラの調達が必要なくなりましたので、我々のアプリケーションの準備ですとか、個別のお客様のご要望を、内容にもよるんですけれども、それに対応する時間として、大体2ヶ月程度かかっていたのが2週間くらいで、お客様にサービス提供ができるようになりました。で最後、BCP 対策です。こちらは先ほどのオーロラもそうなんですけれども、EC2 のサーバーもですね、マルチ AZ に配置することで、可用性を高めております。でちょっと4ヶ月ほど運用してみて、ちょっとAWS さんすごい優れてるんですけど、要望を言わせていただきたいのが、固定の IP でも接続できてロードバランシングできるようなサービスってやっていただけないかなと。例えば WebSocket みたいなやつだと ALB とかで対応していただけてるんですけれど、こちらですね、ぜひお願いしたいと思います。多分IoT でいろんなデバイスを接続したいという企業様は大勢いらっしゃると思うんですが、そういった企業様の中にはどうしても固定 IP といったところを望まれる方も多いのではないかなと思います。で、次がですね、オーロラ DB がこの2月に、切り替える前の去年の暮れと今年の春先に強制のアップデートというのが走りまして、強制のアップデートの場合はですね、どうしてもシステム停止を伴ってしまうので、ちょっとそういったメンテナンスはもうちょっと少なくしていただきたいなといったところです。で今後の展開なんですが、我々アマノはですね、今回の AWS 移行に伴って安定したインフラ環境を手にすることができました。これもひとえにFujiSoftさんの協力あってと思います。どうもありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。で今後はFujiSoftさんともともにですね、IoT や AI 対応、AWS の新しいサービスを活用したソリューション開発に期待していただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。高橋様、どうもありがとうございました。今一度大きな拍手でお送りください。今開発の事例をですね聞きまして、天野様のこのパーキングシステムは2020年のオリンピック、また EV 自動車のですね普及など社会インフラの今後ですね中心となるシステムに携われたのかなと深く感じております。ありがとうございます。それでは次のキーワードについてご説明をしたいと思います。2つ目は情報サービスでございます。情報サービスといっても非常に幅広いサービス分野でございます。簡単にいくつかの活用例をご紹介いたします。企業の重要なプロモーション手段にホームページがございます。またホームページを利用して EDI 取引をされている企業様も多いのではないでしょうか。FujiSoftはピーク時にアクセスが2億を超えるウェブシステムをAWS で実現をしております。お客様にとってセキュリティとレスポンスを両立させることがとても重要な事案でございました。その点 AWS は多くの企業がセキュリティ面でも高い評価をされております。特に最近急速に増えているニーズが EC サイトの構築を AWS で活用するという事例でございます。特に EC では購入者がワールドワイドになってきており、 AWS のグローバルネットワークはお客様のニーズを十分に満足させることができております。さてここで日本を代表する情報サービスを提供されております企業の方をゲストスピーカーとしてお招きしております。ご紹介します。ゲストスピーカーはこちらの企業の方でございます。ほう、日経電子版読んでない？ネットで十分かな。マジで正直使える情報見つけるの苦労してます。情報のクオリティが勝負を分ける時代だよ。情報のクオリティ、日経電子のバーン、知は力なり、日経電子版。日本経済新聞社デジタル事業 B2C ユニットサービス開発グループ共通基盤プロダクトリーダー西馬様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、日経の西馬でございます。今日はよろしくお願いいたします。FujiSoftの新井様、ご紹介ありがとうございました。昨日ですね、私AWS のサミットで DevDay ナイトというのがございまして、夜のナイトセッションがございました。そこに行ってですね、落語家の林家彦一師匠がいらっしゃってですね、新作落語をやられている方なんですね。私よく落語が好きで月に1回ぐらい行ってるんですけど、彦一師匠毎回新しいネタを出されていると、そこの、彦一師匠と AWS とどういう関係があるかなと思ったら、やはり常に新しいシステムサービスを出しているという点でですね、非常に共通しているんじゃないかなというふうに思ってまして、弊社もですね、テクノロジーメディアというのを目指しておりますが、ぜひ新しいものをですね、技術でどんどん出していきたいなというふうに思っております。はい、で日経電子版のですね、ご紹介でございますが、有料ニュースサービスでございまして、ビジネスパーソンの方に呼んでいただいているというふうに思っておりまして、現在50万人を超える有料会員の方がいらっしゃいます。そしてですね、2015年ですね、2015年前ですが、この時にですね、富士ソフト様と一緒にですね、AWS の方に移行したということになっております。で、私がですね、その移行のですね、リードする形で担当させていただいておりました。で、AWS との関係で言いますと、13年ぐらいから触り始めて、e JAWS でありますとか、あるいはJAWS UG というコミュニティにも参加させていただいたり、勉強会に行かせていただいたりしまして、そういった刺激をですね、非常に受けて、我々も頑張ってやっていこうかなというところで、思っている次第でございます。で、日経電子版のですね、その AWS 移行してどんなことが良かったかという価値ですね。それはですね、もう AWS の活用でですね、迅速なサービス拡充ができているということじゃないかなというふうに思っております。こちらにございますようなですね、紙面ビューアーアプリ、あるいは電子版アプリといったですね、お客様に近いところのアプリケーション、新しいサービス、コンテンツの拡充ですね、こういったものをですね、AWS の基盤でどんどんやっていると。最近はですね、こちらの日経会社情報デジタルですね、を新しく出したり、法人向けサービスの電子版プロを出したり、さっきのセッションでですね、弊社の藤原というものが話をしておりましたけど、AI 記者ですね、 AI を活用して決算記事を作るといったところでも利用が広がっているという形で、どんどん我々はですね、お客様に新しいサービスを作っていきたいというふうに思っております。で、この2年前のですね、移行の位置づけでございますが、オンプレのですね、データセンターから初めて移行するという案件でございました。規模で言いますと、約300台、トラフィックは数ギガと。で、この時初めて専用線でつなぐということをやらせていただきました。で、2012年ぐらいからですね、AWS 自体は使っておったんですが、この時初めてですね、データセンターからの移行ということで、経験を積んだ上で、一気に移行ということで、やらせていただいています。で、なぜ AWS かということは、サミット中にもいろんな方がお話しされていると思います。柔軟な基盤、強力な基盤、そして進化する基盤と。で、少人数のですね、インフラ担当の私どもが、自分たちで運営できる、そういった基盤を目指しております。で、さらにですね、インフラだけじゃなくてサービス開発の方にどんどんエンジニアを投入していくということを目指してやっております。それにぴったりな基盤が AWS かなというふうに思っております。で、データセンター時代の課題解決ですね、やはり人的リソースを割かれるとか、リードタイムがあるとかありまして、あるいは日々の回収とかリリース、こちらをどんどん短くしていく、短縮化していくと、アクセスを可視化したいといったようなニーズがございまして、こちらを AWS で解決したというふうに思っております。で、私どものですね、電子版のシステムの特徴というところですね、こちら記者の人が書いた、あるいは AI 記者が書いたものをすぐに反映する、世の中に出すというのが大事ですので、コンテンツのですね、更新、これをすぐやらないとダメだというところが特徴がございます。あとは応答速度ですね、せっかくニュースサイト来ていただいてもですね、応答が遅ければ話にならないと、あるいは障害があってはダメだと、報道機関として良くないであろうということです。で、あとアクセスのピークとオフですね、先ほど天野さんの事例にもあったかと思いますが、そういった差が激しいというところで、もう AWS はぴったりな基盤じゃないかなというふうに思っております。で、2015年にですね、移行した当時の状況というのがですね、ちょうどオンプレのですね、サーバーの更新の時期でございました。で、私ども内製開発をですね、推進しておりまして、ちょうどそれがですね、始めた頃だったということで、アプリケーションのエンジニアをどんどん入れていたと。ただ、インフラのエンジニアは少ない人数で回したいということがありましたと。で、サービス改善は日々続けないとダメだといった状況でした。で、そこでですね、FujiSoftさんですね、我々のですね、開発して作ったものの品質のテストをしていただいたものですから、電子版のですね、マーケットセクション、こちらの部分をFujiSoftさんにお願いしてですね、やっていただきました。図で言いますとですね、マーケットセクションですね、こちらですね。で、こちらですね、数値の情報がですね、並んでおりますが、10を超えるシステムからですね、データソースからいろんな情報を受け取って、それを表示しているというところになります。構成でざっくり分けるとですね、記事の部分と数値の部分、そしてそれを支える AWS という形になっておりまして、このブルーの部分をですね、FujiSoftさんにやっていただきました。で、このマーケットのセクションの移行した価値というところでございますが、移行してからですね、我々アーキテクチャを変えました。OS そのまま、アプリもそのまま、向こうに行って、その向こうでですね、Windows から Linux に変えたといったことをやりまして、やはり、あちらに行ってからの方がですね、柔軟に、あるいはダイナミックにですね、基盤を変えれるという作戦でですね、やりました。という統合プロジェクトをですね、移行してすぐにやったという形になってます。あるいは昨今のですね、大きなイベント事件ですね、マイナス金利ですとかブレグジット、米大統領選ですね、そういった時はですねアクセスが急に殺到します。そういった意味でですね AWS に移行して本当良かったなというふうに思っております。そして何より冒頭申し上げましたが開発のスピードですね、これが本当に加速したんじゃないかなというふうに思っておりまして、これはですね本当にもうクラウドでしかできないことかなと。オンプレではですね、サーバーを増やせばいけますがやはり時間かかるとかありますのでクラウドでしかできない価値をですね提供いただいたんじゃないかなというふうに思っております。でオンプレミスからですね移行した時のポイントですね、先ほども少し申し上げましたがアプリケーションのところはですね全然変えないということで足回りの基盤の部分だけ変えるということに注力して、で向こうに行ってから変えようということで OS 変えたりですとか DB 変えたり API 作ったりということでやってきました。で何より報道サイトでございますのでサービスを止めてはいけないということがございますので安全かつスムーズに移行するというのが重要なポイントでした。我々1日で8時間ですかね中で移行したんですけれども、その時にですね複数のですね何回も移行のリハーサルするわけですね。やはり止まってしまってはダメだということで、あるいは情報のですね更新が滞ってしまってはダメだということで何度も移行リハをしたと。で負荷の性能テストですね、こちらもですね AWS はサーバーを増やせば大丈夫だということは分かってはいるんですけどもボトルネックがあってはダメだということで負荷テストもですね何回もやってまいりました。でそんな中ですね一緒にやらせていただいたFujiSoft様のアプローチということでございますが地道なところを本当にやっていただいたというふうに思っております。私どもちょっとデータソースが古いシステムあるいはちょっとレガシーな部分もございましてそういうところはですねよくあると思うんですけど資料がないとか最初作った資料がシステムを変更したんだけども資料が伴ってないとかそういったことがありましてFujiSoftさんはですねまず調査からやっていただくということをやっていただきまして非常に泥臭いところをやっていただいたんじゃないかなと思っておりまして非常に感謝して力強いな心強いなというふうに思っておりました。で入念なですね負荷テストと移行リハーサルという形になっております。で移行後の効果というところでございますがやはりですね電子版がいったということで社内でもですねお電子版がいったら俺らもいけるやんけみたいな話になってきてですねいろんなシステムがですね AWS に乗っかってきたと。でノウハウもたまったという形になってですね理解も深まり活用が広がったという形でした。ですので、10以上のシステムがですね、データセンターから移行したんですけどもこちらに失礼しました、こちらにあるですね、紙面ビューアーですね、これはですねそのまんまオンプレから移行してその4ヶ月後にですねサーバーレスのアーキテクチャに変えるというような形で非常にダイナミックなですね移行をしたんじゃないかと思っております。こういうのもできるのもですねクラウドならではかなと思いますし、このサーバーレスの方はですね、若手のエンジニアがですねもうアプリケーションのエンジニアがもう作ったという形になっております。でデータセンターの方はですね、サーバー、撤去ラック廃棄という形で、非常にコストダウンを図っておりまして200台、あるいは30個という形で撤去してきました。で AWS を使っているとやはりオンプレの方でもですねちゃんとコストを持っていかなあかんなということで、コスト意識がですね非常に醸成されたんじゃないかなというふうに思ってまして、なおかつ有料会員ですね50万人をやはり支える基盤という形で安定稼働ができておるということで非常にありがたく思っております。でラムダなど新しいサービスをフル活用しているということでございます。で最後まとめになりますが AWS の移行ということで柔軟でですね強力な基盤をですね手に入れたと。で迅速なサービスを展開しているという状況でございます。でクラウドにしかできないことというのをお話しさせていただきました。でこの後ですねサーバーレスアーキテクチャということで先ほどの紙面ビューアーのですねエンジニアがですね5時から登壇しますのでぜひそれからも見ていただければというふうに思っております、はい、それでは私のですねパートはですねこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。西馬様どうもありがとうございました。今一度大きな拍手でお送りください。富士ソフトにとって泥臭い作業をこなしたということは大変有益な褒め言葉だと思っておりますのでありがとうございます。今回のですねここで、登壇した内容につきましては富士ソフトのブースで、ご紹介もできる予定でございます。今回あっという間の40分ございました。富士ソフトとしましては今後いろいろな機会を利用しまして皆様にまた有益な情報をお伝えしたいと思います。本日はありがとうございました。FujiSoft、アナウンスとともにご講演いただきました。ありがとうございました。